さて、今宵のお客様は。私は野球拳を若き世代へと受け継ぐ担い手である。こんばんは、吸血鬼野球拳大好きの千葉茂です。そしていいだろう、君のエルスと私のエルス、どちらが上か勝負といこう。こんばんは、吸血鬼ワイダーおじさん役の井上和子です。今すね毛が震えたね。すね毛まで震えましたか。すごい、もう自分で言いながら照れちゃった。照れちゃった。またいい声すぎるし、このお店にはぴったりなんですけど ね。でも吸血鬼ワイダーおじさん役と、ね、野球拳大好きのお二方をお迎えして今日もお送りしてまいります。はい、お願いします。吸血鬼すぐ死ぬ2特別番組、新横浜ハイボールで会いましょう。ということでね、はい、はい、前回はね、ゲームをやったりトークをやったり、はい、楽しく過ごさせていただいたんですが、はい、もうこの2人呼んで、もうトークが面白くならないわけがないということで、今日はゲームはしません、はい、もうずっとお話しましょう、もうこうやってということで、ね、ハードル上げるんだよ、この人。いやいやいや、そうそう、ね、2回目にしてトークスペシャルです、はい、トークスペシャル。もうせっかくスタッフが、まあ、僕この間、前回さっきですね、さっき、さっきね、もう2本撮りですか。さっき和田おじさん役のなんか説明したんで、はい、野球拳、今回は野球拳大好き中心に、野球拳ね、ということでね、はい、原稿を読む時間が参りました、はい、野球拳大好きの説明を千葉さんの方からお願いします。吸血鬼野球拳大好き、強制的に野球拳をさせる野球拳結界を使う休憩、もう一回行くね。響き80年が聞いてる。80年日本撮りでも響き80年、これ3杯目ですから。じゃあこうやってやるんだね。そうですね、こうやって、なんだったら酒のせいですから、今のとちったのも使っていただいてもね、はい、そう、あそこのおじさんまだ今週もいるからね。いや、そうですよ、もうずっと寝っ転がってますよ。でもね、誰よりも喜んでますから、ずっと笑ってますから。あの方の笑い声が聞こえたら面白いんだなと思ってください。髪の毛大丈夫、もうカールかかっちゃってる。横に流れてます全部、はい、髪の毛。じゃあ行きますよ。はい、どうぞ、はい、吸血鬼野球拳大好き、強制的に野球拳をさせる野球拳結界を使う吸血鬼、野球拳文化を広めていくことを目的としている。アニメ初登場話数は第1期第9話そうでございます、はい、だったんだって。僕は7話なんで7話ですね、その2つ後、あ、ね、だからもうワンクールもね、その折り返しに行こう過ぎたあたりから悪の強い2人が出てきたわけですよ。いや、これ最初さ、事務所からね、こう、まあ、お仕事のね、連絡入るじゃないですか、で、吸血鬼、まあ、すぐ死ぬのタイトルと、で、で、役名はどういう役名なのって、野球拳大好きですわけわかんない。どういうアニメーションなのそれって言ったら、いや、とりあえず行ってみりゃわかりますみたいな。そう、同じ反応だね。で、なんかほったらかされちゃって、うん、事務所の人もわかんなかったでしょうしね。野球拳、でも野球拳大好き、昔流行ったよね。だって本来これ、うん、お座敷芸だから、そうそうそう、うん、アウト、セーフ、セーフ、良いの良いでね、で、まあ、1枚ずつこう入って、はい、テレビでもやってましたよね。テレビ、そうそう、やってた、金ちゃんと、うん、コント55号で、ね、僕は正直世代じゃないんですけど、チーンって、うまいこと言うな、うまいこと言うな、本当に。チーンのところはね、なんかこう、ピー入れないでほしい。いや、この作品はチーンはもうね、それこそワイダンおじさんのせいで、もうみんな言ってますからね。チーンしか言えなくなっちゃった子いましたからね。なんか言ってよ。ほんとね、この作品をけなすわけじゃないんですけど、カタカナでよく新横って書いてあるんですよ。新横。ちょっとね、横地に見える時があるんですよ。ね。ちょっと僕も50になりまして、ね、ちょっと目が、ね、弱ってきた部分が、ね、もう本当にここにも、新横バトルロワイヤルっていうね、うん、そのワイダンおじさんが出た回の、はい、新横ってカタカナがあるんですけど、ちょっと横陣に見えるんですよ、横陣、ね、横陣にしちゃえば、横陣バトルロワイヤルでいきますか。いいんじゃないの、もういいと思いますよ、ね、うんうん、はい、だから言わないように世の中が仕向けるからいやらしくなるんですよ、うん、言ってればきついんだよこれ。これ結構俺飲んでるからね。だからもうね、何か言っちゃいけないこと言っても、うん、もう響き84年もののせいです、うん、そうだよね、みんなこいつが悪い、こいつが悪いっす、80年も寝かしたこいつが悪いっす、そう、ね、
和彦さんもね、新横浜ハイボールをね、いただいてますけど、だいたい横浜っていう言葉自体がやらしいな、ね、それはちょっとね、この作品の舞台でもあり、あ、この先仲良くしていきたい土地なんで、だってさ、僕横浜出身なんだけど、あ、そうなんですか、そうだね、そうだ、しかも横浜商業なんですよ、うんうんうん、横浜津商業っていうのは、横商違うね、通称 Y 校っていうの、あ、Y 校、あ、横浜の Y 校、あ、じゃあ帽子には Y、 ずっと高校3年間 Y なんだよ、これ、ずっと。ってことは だからワイダンおじさん、いや、もうなんか繋がりましたね、なんか運命なんだね、いや、もう完全にそこですよ、でこの間なんかその横浜商業のね、ワイコーのやつをこう調べた、はい、で、ワイコー出身の有名人って一番上に井上和さん、もう取れるかも、いや、それは名誉なことですよ、そうですよ、ね、ワイコーだよ、ワイコー、いや、ワイコー、いやいや、もう実績のあるいい学校じゃないですか、いい学校なんだけど、ワイコーだよ、いや、ワイ、いや、だからこそのワイダンおじさんで、うん、ね、ワイに導かれた男ですよ、導かれた、そうだな、ワイを背負ってる男、ワイを背負って、ワイは大事にしないとね、でもよ、ワイワイはワイを大事にするよ。関西の人に聞いたけど、ワイっていう人会ったことないって言いますよね。あれはなんかアニメが作り上げた関西人のね、なんか間違った像ですよね、ワイ。そうだね。あ、そうなの。あんまりワイって実践で言う人いないよって、お、関西の人。あ、ワイって昔の人は言ってたじゃん。岡山とかじゃないの？ワイ。岡山か。うん、岡山ワイっていう。ワイはなんとかジャケー、ジャケーとか言わないか。ジャケーはどっち？九州？え、違う。なんとかジャケー。広島だ。広島だ。広島ジャケー。広島。いや、それはあの言い方とかだと思います。あの、いい思い出があるのかもしれないですけど。ちょっと広島って言ってみて。広島。うわぁ！いやいやいや、ちょっと待ってください。いや、もう前回のお二方に学びました。ヒロがいやらしい。ヒロがいやらしい。それはなんか、ヒロの字が名前につく人いっぱいいるから、その人たちにちょっと違う違う、言い方言い方言い方、その言い方はね、うん、やらしいの、あの、だからもう外歩けないよ、もう、え、今の広島のせいでですか、そう、これカメラ映ってるからね、うん、そうですね、うん、押られちゃったから、もう言っちゃったからね、え、そんなあれですか、犯罪レベルのことを僕は今、うん、触れてしまったんですね、ひどいね、ひどい、いや、本当ね、5分前の話に比べると全然ライトだと思いますけどね、そうですか、そうね、ですよね、うんうん、そうそう、今は P 入らないゾーンに来てますからね、 あれは入ってたよ、あ、飲んでますよ、うん、響き50年もの、うん、あれは入ってたよ、んあれは、え、なんですか、尿意棒は、尿意棒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 は大丈夫ですよ、尿意棒、うん、あれはいいでしょ、尿意棒は大丈夫です、歴史的にも、ね、歴史的にも大丈夫です、うんうん、そうそう、まあ、如意棒の例えをしているものが何なのかっていうのはね、それはね、言うのはやめときますけど、うん、そうね、あの、バナナが如意棒だったらやばいよね、あの角度からまっすぐ行っちゃうという、こう、もうただの酔っ払いの会話だよ、これ先輩になんですけど、いやいやいや、やばいよねって、あ、でも、俺ね、この間ね、大発見しちゃったね、お、あのね、バナナ食べようと思って、はい、翌日のね、ええ、なんかあの自転車の競技行った時に、あ、朝起きたらおにぎりとバナナ食べてくる、うん、エネルギーにもなるしね、うん、おにぎりとバナナ、こう、まだ9月だから、うん、あの、暑いじゃない、うん、だからあれ冷蔵庫に入れといた、うん、とおにぎりはカチカチになってて、うん、バナナ真っ黒になる、あ、そうだよね、バナナはあれ常温じゃないとね、冷やすと黒くなっちゃうんですよ、バナナ真っ黒で、うん、くるびかりさん、よろしい、いや、そっちに行くんだろうなって途中で思いましたよでもこの人ね、すごい人だよ、自転車で100キロぐらい走っちゃう、ね、この前も東北ですか、つい最近もアツールドトークがね、うん、ね、65キロ走らせてもらいます、それは何日かけて走るんですか、いやいや、1日で1日ですよ、あれ何時間ぐらいで回るの、何時間かな、でも4時間とか結構長い時間走ってるよね、そうそうそう、いや、すごい、でも100キロと65キロがあって、それでもう100キロはちょっと遠慮しとこう、うん、来年、まあ、いきなりやるとね、来年はエントリーしようかなと思って、いやいや、もうだからもう段階を踏んでの目標なわけですよね、そうそうそう、今年は65キロ、はい、うん、そういうのはロングライドって言うんだっけ、そうね、
そうです、ね、でもね、なんか面白いんですよ、休憩所があるってこう、はい、そのあの映像ごとにね、なんか美味しいものを、ね、提供してくれたりとかね、地方庁のね、あ、楽しいですね、はい、映像って言葉もやらしい、ね、いや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 、もう何でもやらしいと思います、それ言ったら、うん、もうそこ あの2カ所目の映像が、うんうんもうこれ何言ってもそう感じる2カ所目のエイド、エイド2カ所目のエイドがもうね、塩おにぎりとホタテ、ホタテこれ1回目皆さん見てください、前回のゲームがまだ続いておりますホタテはまずいよ、いやいやうまいんだよまずいんじゃん、おいしい、おいしいという意味でうまいですね、そうそうやばいという意味でまずいですね、ホタテとかさ、ホヤとかはまずいって、ホヤこの流れでいくとやばいですね、本当にどこ行くんだ俺らはいや、この流れで僕はいいような気がします、そうか、いいですか、いや、でもそのホタテは本当にその、しかもあれですよね、自転車で何キロも走った後に食べるホタテは、そうで、100キロのコースは、うん、そこになおかつ、うん、カレーが出てくる、あ、その疲れた時のカレーはいいです ね、あと、うん、まあ、塩分がほら大事じゃないですか、うんうん、結構漬物とかね、うんうん、地元の、ね、方がみんな、婦人会の人たちに作ってくれたりとか、でも嬉しかったのは、うんうん、あのエイドの近くになると、うん、あの皆さんが大漁場と思ってくる、あーいいですねあそうか、それでちょっとまた、ね、元気になって、うん、涙出そうになる、ね、本当地元の人たちがね、うん、本当に応援してくれてね、うんうん、いやでもいい趣味持ってますよ、いやいやいや海もやるしさ、うん、千葉ちゃんで空飛ぶし、うん、空飛びますよね、ほら空飛ぶ、うん、時間があれば空飛びに行くっていう、そうもうだから、うん、昔から飛びたがってそう、俺子供の頃からさ、やっぱ空飛びたくて、はい、重力めんどくさいんじゃないのよということでね、なんか作品と全然関係ないとこ言っちゃってます、全然いいです、どうせカットされるから、ね、あのね、だいぶカットされると思うんで、はいはい、ちょうどいいと思います、はいはい、いや本当ね、うん、この2人お呼びしてもうトークだけで正解でした、大体4時間番組ぐらい企画してくんで、本当ですよ ねもし何だったら、うん、あのこのあと実は今日4本撮りで、うん、3話目と4話目の方も呼んでるんですけど、うん、5話目6話目も来てもらいたいですね、もうね、いっそもうこの際合同でみたいな、そうです ね残ります、女の人たち、女性ですね、やばいでしょ、さっきの話はできないですね明らかに、急にね、そういう時はね、無口になっちゃうから、あ、もしくはあのダンディーな方向で ね今の政治状況とかね、なんかあ、いや真面目な話、もっと面白い話がいいと思います若い子たちなんで、でもね、とりあえずこの流れでいくと怖そうなんで、はい、とりあえず3話4話はちょっと我慢していただき、はい、まあでもね、これはぜひ皆さん、うん、また続きを見たいですよね、本当です、この後予定している 5回目と6回目のゲストの方にはちょっとキャンセル入れてください、うんね、またぜひ、ね、お二方には来てもらいたいと思います、うん、ということで、はい、野球拳大好きが気になった方はぜひブルーレイ DVD 第3巻を購入いただくか、ウェブ配信でご覧いただけると幸いでございます、はい、ぜひ見てもらいたいですね、はい、ようやっと作品の話ができました野球拳大好き。さて続いては告知コーナーです。はい、テレビアニメ吸血鬼すぐ死ぬ2は2023年1月より放送開始です。ぜひ放送前に各配信サイトブルーレイ DVD にて、第1期を振り返ってくださいね。さらに主題歌は第1期から引き続き福山潤さんとトランドさんが担当となります、オープニングは福山潤さんが歌うニュードラマパラダイス、エンディングはトランドさんが歌うコージークレイジーパーティーとなりますので、こちらもお楽しみに。野球拳大好き。さて今宵はそろそろお開きの時間となってまいりました。いやー汗かきましたすごく楽しかったということでね、最後にゲストのお二方から視聴者の皆さんに一言ずつメッセージをお願いします。じゃあ、はい、千葉さんから、はい、もうね、こんな野放しな作品ってありませんので、本当ですよね、あまりめったにお目にかからない作品だと思うんですよね、だからそういった野放しなところを、はい、あの悶々としてる人もいっぱいいると思いますから、まあ、それでこう解消していただいてですね、で自分でそういったゲームやる、あのうちにあるもので、冷蔵庫とかねもう何でも実際やってみてほしいですね、やってみるとね、結構楽しいんで、
ぜひ、試みをね、お願いしたいと思います、はい、ぜひ野球拳、大好きを、これからも応援してもらいたいし、もちろん作品をね、ですけども、もう野球拳大好きもうぜひ応援していただきたい、ね、もう僕は来世でもやるよそれは野球拳大好きをやるんですか、はい、おー、はい、これは楽しいですね、はい、いやでもまだまだ今世を生きてもらいたいと思います。いやあと 2,3 年だね。はい、ね、北斗の拳で寿命が14年縮んだっていうおっしゃってますけど、もう血管プッツンプッツン切れてるからね。でも多分千葉さんの寿命150年ぐらいなんで、うん、まだまだ全然元気だと思いますんで頑張れって、頑張ってほしいです。そうですか、分かりました、はい、ありがとうございます、はい、じゃあ和彦さん、はい、ワイダンおじさん役の井上和彦です、もう本当にね、はい、楽しいひとときを過ごさせていただきましたけどもね、まあでもこれで終わりじゃない気がする。いや本当にまた来てほしいです、ね、せっかく与えられたワイダンおじさん、ワイダンおじさんをねそうですね、まあ、宝物ですからね、うん、宝物ですよ。高校の時から運命が決まってたんですよ。そうですよ、ずっと額にはワイが輝いてたわけですもんね。そう、すごい納得しちゃった、いやこの話を聞けたのも今回の収穫ですよ。そうそう、この間ね、同窓生から同級生からね、はい、電話かかってきて、突然かかってきて、あ、やっと LINE が繋がったのねとか言って、井上くんとか言って、つってパラ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 って喋って、おうつって、そのまま切れちゃったんだけど何が言いたかったんですかねまあでもなんかね、懐かしかったらしい、でもそうやってこうね、なんかいつでも思い出してもらえるような存在でいたいなと思いますね、きっとワイダンおじさんのこと言いたかったんだね。そこに行く前にもうペラペラペラで終わっちゃったんですね。そうそうそう、もう行っちゃって、ワイダンおじさん見たよって言いたかったんだと思うんだよ ね、 多分ね。そうですね、きっかけ的には、ね、そこまで行くのにちょっとためらった感じがする、それでなんかいろいろ見てるよっていう、ね、いろいろの中には含まれてます、ワイが入ってますね、はい、そのワイ校の同級生です、ね、はい、彼もまたワイに導かれた。おーって大先輩がふーってすげー、はい、もう大好きです。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。いやということでね、本当もうお二方とお話できて普通に僕は嬉しかったです心にもないこと。いやいや、とんでもない、本当に楽しかったですいやもう本当にね、見てる人も同じ気持ちだと思います、まあ、吸血鬼すぐ死ぬを求めた人はちょっと物足りないかもしれませんが楽しい時間ということは間違いなかったと思います、うん、ということでね、名残は惜しいですが、はい、ここら辺で締めたいと思います、はい、ということで、はい、今宵のお相手は豪雪役稲田哲人、野球拳大好き役の千葉茂でした。終わらせんなよだよね今思ったいやでも面白いですじゃあもう一度振らせていただきます、はい、お相手は豪雪役の稲田哲人、はい、野球拳大好き役の千葉茂と、ワイダンおじさん役の井上和彦でした。次回はどんな夜になるのでしょうか。 See you next night. バイバイ。バイバイ。 Good night. Good night. Good night.